オリックスは子供の日の5日、日本ハム戦をキッズが主役のビーズオリッコデーとして開催しました。同イベントは3、4日の同戦に続き3試合目となりました。選手はユニフォームの背中のネームを自身が考えたニックネームに変更。今年はキャップのロゴもカタカナにリニューアルしました。2回にはキータこと北良太外野手21歳がノーアウト満塁から同点の2点タイムリー。3年ぶりの打点を挙げ、打ったのはフォークです。とにかく次につなぐ意識で打席に立ちました。なんとか追いつくことができてよかったですと喜びました。